10時10分の電車に乗ります。危うくスマホを忘れて一度戻りました。暑い暑いんだけど、昔2017年にドバイに呼ばれ、ドバイに1週間ぐらいいてたことがあるので、大丈夫。ドバイの暑さは半端なかったですからね。いつも忙しくしているので、その時は毎日派遣の仕事をして、なんか知んないけど1週間空いちゃったんですよ。空いたっていうことはどっか行けってことだなと思って、そしたらドバイっていうキーワードが降りてきて、お金ないよって言ったら、カードあるじゃないみたいな感じで、ドバイに行ったことあるんです。あ、なんかこれ影が斜めって見えません？ちょっと私には線路がこう横になってるの、まっすぐじゃないんだね。見る位置を変えるだけで見方が変わりますからね。これから三宮まで出て、そこで JR に乗り換えて JR 明石駅です。3年ぶりに会うね、ここの富尾に引っ越してきた時にね、引っ越しのお手伝いしてくれた方なんですよ。とっても楽しみです。明石に到着しました。電車の中でずっと本当の自分で生きようの再アレンジを投稿、依頼ね、アレンジを依頼してる文章をずっと書いてたから、何も移動する途中は覚えてません。つながってきました。門松俊樹さんの、輪になって踊ろう、その前か後ろに続く曲、まあ前だろうな、はい、前に流しても歌ってもおかしくないようなアレンジにします。つまり踊り音頭ということですね。ちょっとトイレ行ってから行こう。久しぶり。お久しぶりです。お水ありがとう。はい。顔を映すのダメでしょ。顔を映すのはそうな、微妙かな。絵開けて。じゃあお水で乾杯。はい、乾杯。今ここは明石です。ピクニックに来ました。なんていう川？伊川。木さんがすごいです。さら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 、気持ちいいです。今ですね、ここにワンちゃんがずっと休憩してまして、ね、ずっと休憩して行かないんだよ。私かなと思って、なんか私になんかいるんですかね。私ですか？私のこと待ってるんですか？じゃあもう一回煽って返さないと。ワンちゃんあちら。バイバーイ。大丈夫ですか？まあ、そのままどうぞ。うおはい、ではこんなところで頑張ってください。はい、はい、なぜか犬がね動かなかったんです。はい、昔の公園、河川敷でね、おからドーナツを食べながら
今日はですね、久しぶりに会ったお友達と手料理をご馳走になりました。めちゃくちゃ美味しかった。パワフルフード、ありがとうございます。ございます。明石駅、明石のお友達のところにお泊まりをして、これからですね、この近く20分ぐらいかな、今度は加古川に行きます。今日は加古川に行って、それから三宮の永田というところ、神戸小トリップって感じですね。暑いです。あ、よく YouTube とかでやっている駅にピアノがあるんですね。素敵ですね。薬膳カレーでね。暑い。Facebook フレンドのちささんにお会いしに加古川に参りました。あ、一緒に写真撮るの忘れた。ちささん、ありがとうございました。Facebook フレンドの方とね、お会いしてもやっぱりこう、その前に会話とかしてるので、とっても初めて会ったような感じはしない感じでした。ではこれから今度は三宮の方、永田というところに移動します。暑いです。晴れの駅に到着しました。前回来た時は九州の旅の前でしたね。こちらにあります水天宮神社に、今日は6月30日なので、大祓いの行事が、神事があるというところで参加するために今来ております。高校生がいっぱいいて学校があるんですね。そういえばさっき誰だっけな、一日の中で何人か会うので、誰かが、いや私永田の高校行ってたんですとか、学校行ってたんですってね、おっしゃってました。そう、ここの陶芸一度やりに行きたいと思います。はい、暑い。昨日もね、結局明石でなんやかんや夕日が沈むのを見て、でお家に、友達のお家行ったらもう8時だったんですよね。そう、もう日が暮れるのが7時ぐらいだから、そういった意味では時間がね、感覚がね、気をつけないと。この間も普通にお茶してて、みんなでお茶してて、パッと見たら5時で、3時ぐらいかと思ってたらね、5時だったりしますのでね。一度だけ来た水天宮神社、なんとなく勘で行きたいと思います。住宅街の中にあります。神戸の水天宮の6月30日の大祓いの
神事に参加させていただきました。ありがとうございました。あの女性のね宮司さんなんです。はい。で、ものすごく柔らかい波動の神事でとても良かったです。でちょっと消化体がかゆいと言ったらクスノキの葉っぱをいただきました。ありがとうございます。女性の方のご祈祷ないのでね、今やっぱり女性性が必要となってますので、とってもこれからが楽しみです。すごいいいとこですよ永田。今日も一日ありがとうございました。ありがとうございます。すべての存在思い出たち今になってつながりが見える、共に愛を学び幸せに暮らそう。2022年半年間ありがとう。2022年6月30日23時27分です。本日6月末ということで大祓いの儀式に出ました。私も明日パクチーを植えようと思って。生きとし生けるもの、すべての存在に愛と気づきと調和を。